計立ってるよ。いいんです。いいの？次のゲストに合わせてるんです。さあ続いてのご登場は、未だにかっこよくパンキッシュに頑張ってますよ、はい、シーナンダロケツのシーナと鮎川誠さんです。どうぞ。あれこっち、ああ、お久しぶりで。久しぶりだな。鮎川君変わんないね。いえいえ、ロックンロール私も変わんないね。ありがとう、うん、ゆきひろさんも変わってないですね、はい。どうして細野さんにそんなにくっつくんですか。なあ離れてるやんね。もうちょっと置いてよ。組んであげて、うん、さあ、まあ僕たちもちょっと付き合いはね、うん、古いんですけども、そう、まず細野さんの初めて会った時の印象あたりをちょっと二人に聞いてみたいんですけどね。僕の印象、細野さんに会うちゅんでもうドキドキしてね、うん、ちゅうのはもう知ってたからね。もう今日の番組全部それ語っとるけれども、僕たちの、うん、お手本やったん、ハッピーエンドもエプリルフールも。さて、まあ細野さんどうですかね、シーナ&ロケッツ、今何もうね、ロック界の鏡ですよ、うんうん、もうロックファミリー、うん、日本唯一、うん、はい、と思います。ということで今日は有名ドリームをやっていただけると。あ、嬉しいな。懐かしいよね、うん、聞きたい聞きたい、どんな演奏になるか。いい歌を本当作ってくれてありがとう。一緒に作ったんだよ、一緒に作ったの、うんうん、一緒にあのアルファの芝浦でね、うん、そうそうそう、名曲いっぱいね、うん、あるし、うん、もう僕は作ってなかったっけ。いやいや作った作った、ダカダンダカダンダカダン、それだけか、うん、さあそういうわけでじゃあ2、はい、人には準備の方お願いします、はい、じゃあやっていきます。はい、はい、だけど、うん、変わんないですよね。ほんと変わんないよ。そのさん変わったねそれではシーナ&ロケッツで有名ドリームです。変わった。